日本ハムは4日、荒木大輔投手コーチ、高橋慎二打撃コーチ、スタッフ1人が同日に受けた PCR 検査の結果、新型コロナウイルス陽性判定を受けたことを発表した。また、渡辺亮内野手と石川亮捕手、スタッフ3人の計5人が新たに濃厚接触者と判定。両選手には特例2021が適用され、同日付で登録を抹消された。同球団は4月30日に中島、西川、清水の3選手が新型コロナウイルスの陽性判定を受け、1軍の監督、コーチ、選手、チームスタッフが PCR 検査を受けた。5月1日にはロニー・ロドリゲス、高浜、郡、今川、飯山1軍内野守備コーチ、チームスタッフ2人が新たに陽性と判定され、2日の西武戦、札幌ドームの中止、3から5日のロッテ戦、ZOZO マリンの延期とチーム活動の停止を発表していた。